さあ今回もハンマーティング進めていきましょう。さあ前回からね、最新のアップデートを適用してプレイしていまして、こうドワーフのね強化だったり、あとは装備品を自動化できてるんで、今回はね研究を進めて、一応ね最初の段階としてここね機械工学まで行けばトロッコ、進化したトロッコが使えるんでそこは行きたいね。まあとは今傷ついたドワーフ直せてないんで、まずね今ゲットしました新料理を作りましょう。さあどこに作ろうか、まあ下かな、ここだね。で UI がちょっとこう変わってるんでね、まあ画面見るとこ多いですけど、一応右に一括でやれるからね、一部右に戻そっかな、まあ、一部っていうかこれしかないんですけど、ちょっとね毎回こう情報が全部出るんで、まあ、折りたたんでいこうと。これ外界のミッションだけ逆に見たいんですけど、これがね表示されないんですね違う動きすぎだってよめちゃくちゃなってる今、ここね、これ一応マーク的には開いてるんですけど、多分外界に行って直で見ないと分かんないかな。このミッションがだいぶね増えてるんで、そこもね楽しめる要素になってるんですが、ちょっと行ってくるか。ここにドッキリマークついてる箇所なんで、まあ、だいぶ多いですよね。まあ、6個あるらしいんですけど、ミッションとしては。まあ、輸送する。とりあえずこれ受けて、売るんですが、お花の、あ、あるね、確かにな。地下で取れるやつか。木こりの斧を売る。木こりの斧を売るか。いや、まだ斧ないね。うん、ちょっと見てみたけど。お玉打ってあげようじゃね、代わりに。いや、ないね。ゼリーケーキとかないな。水を売る。水でいいんですか？で、水で10個しか作ってないんで、まあ、ちょっと長期的に売ろうかな。あ、じゃあちょっと骨でもいただきますか。これ左で1回購入で右で全部買えるんでね。これ今まで1個ずつこうバーって買ってたんですけど、だいぶやりやすくなりましたよね。かゆいとこに手の届くね更新があったんでね、かなりやりやすくなりましたが、まずは救いましょう。ガーゼ皮あるかな。まあキノコペーストでも回復するんで、まあ何か作れたらいいかなと。また進めちゃいましょう、どんどんね。でドワーフまだ増やせるは増やせるんで、まず加入させとくか。頑丈なブサイクね。夢見がち完全な計画の臆病者と、すごいロールを持ってますね。夢見るんだけど完全な計画性を持っているといいね、君。やっと。いじめられっ子の若き天才。あ、いいね。社会から追いやられたね。デルク撃たれちゃった系のドワーフね。いいよ。君やと。よしよしよし。個性的なメンバーが揃ってきたね。で、家作っていくんですけど、まあちょっとね、木がいるんで、それは買ってこないといけないと。まあ底なし、宿なしドワーフがまだいて、飲料、あ、売ったからね。売ったからないよと。キノコが、ああ、薬に使ってんだね。ちょっと先に水作ろうか。前のバージョンは腐るほど水があったんですけど、今回はなさそうだね。まあ前すぐ見つかったもんね、水で言うと。これぶち開けて、あ、なんかキツネいないこれ。ああ、取れるのかなと思ったけど殺しちゃいましたね。まあ肉になるのかな。で知識的にはこれね、機械工学前提にこのね上級の鋳造がいるんで、これを進めていこうよと。25山の知識なんで、まあ、今やってるこの探索を進めればいいと。それ来ないならそのまま行っちゃおうかな。あ、でもネズミいるね。これ取りたいんですけど。まあ、ネズミ程度粉砕よ。で、ここにあるのは、神聖なる水。回復できると。よし、これ、20個持っていこう。この水があればもう大丈夫ですね。回復し放題と。
ここ降りて、なんかいるなこれなんかいることはわかるね。広い割に何もないですね言っちゃ悪いですけど、ここまあここつなごうかな。おお、これ強そうだね。マッシュルームシャーマン、あー、これ初めて見るな。あー、え、これ菌類の村落。この奇妙な菌類が崩壊する近くで洞窟の空気はぐるぐると渦巻き、キノコの胞子で満たされていると。いや、違うゲームでキノコめっちゃ強いんでこいつもあるかもしんないな。まあ、回復の目覚ゲットできるんでね、大丈夫かと思いますが。どうした？お前、大丈夫、いけるって。めんどくさいなぁ。まあ、落ち、まあ、危ないか。作ってくれてるね。さあ、ここでビールね。ビールもミードかな？まあ、5個ずつ作ろうか、とりあえず。さあ、ここに住まわせて、あと一ついるか。であれば、ここだね。誰も行かないね。来た。あ、もう上がれんじゃん。なんだよ。落ちるわけでもないんだね。道具のね、自動強化があるんで、道具の研究したいですけど、山の知識はないな。この先行くか、まあ、下掘ろうかな、一回ね。ここ何かあるんで、行きゃ見つかりそうですよね。あ、これ。これどう見ても、下あるんだけど。いや、どうしよっかな。エレベーター後にするか。ちょっとこれは大変そうなんで。うん。自動化の暁にって感じかな。じゃあ上行こう、上。上は上でありそうなんで。何かしら新たな領域を見つけたいと。敵は上がってくるね。もうこう戦っていくしかないわけですね。何が取れるかよくわかりませんが、まあ、とりあえずやっていってと。レベル上がるんで、これ全員ね、ある程度この種族に応じてやっていこうと。で、こいつ認知あるんで、認知系ですね。洗礼された味覚。最適かわかりませんが、これでいきます。で、もう片方の方は、眼剣熱意と。こちらですね。鋼鉄の心、アゲンハート。まあ、鋼鉄なんでより上かな。スティールハートかな。わかりませんが。ああ、これ何もないか。どうしようかな。左行くかな。いや、でもこれ攻略するの大変そうだよね。ちょっと溜まってるけど、こんなビビたるもんでは、ね、なかなか大変かなと思うんで。で、倉庫できたね。もう全部入れていいよ。一旦全部入れよう。よし。で、今までってこうお金入れてるんですけど、ここまで入れるんだね。だから宝物庫、宝庫、保管庫か。このお金入れたりするんで、ちょっと別なのかなって思ってましたけど、そうではないんだね。で、値段高いとこちょっと売りに行くか。前回はね、割とまあ適当に売ってたんで、青玉はここ高いですね。ランタンは238261221261以上ね、263265224265以上いますか。477いいね。ツルハシ持っちゃおう。なんか買ってあげようか。買うものないですね。鉱石のところが割と高く買ってくれるのかな。敵いるね、上にね。
なんかいつまでもね、なんか高く買ってくれるとこをね、我々買ってあげようかなって思うけど、いつも何にもないよね。さあ17ポイント。まだ足りないですね。槍行きますか。ちょっと武器変えよう。さあ自動的に武器を切り替えるのかってとこですね。まあ一応全ドワーフたちは、共通のこの斧を持っているわけですね。お下がりの斧。つまり、まあ、初期武器を持っていると。なので、ここでね、どっちだ？強い方。こっちかな。長い刃の槍を作りましょうか。槍を、まあ、10本ですね。つまり矢、刃は5でいいかな。でやりまして、まあ、作ろうと。で勝手に槍に持ち帰るか、まあ、その上位のもの、例えばこう斧の上位じゃないわけですよ。より強い武器であるんですが、それをどう切り替えるかだね。一番強い武器を持つって感じなんですかね。なんか設定あったよね、確かに。ここだっけな。これだ、これ。これ一旦これ邪魔なんですけど、こうだね。あ、軍事の上持ちだから大丈夫かな。とりあえず槍作るの待ちますが、結構戦闘音聞こえますよね、定期的に。これいけそうだけど、まあ槍後かな、またね、攻略に関しては。結構取りこぼしがありますね、まあ、そもそも。おお、危ない危ない、危の一人 で鉄も取れたよと。まあまだ鉄はインゴットにすらできないんで、攻めていくしかないんですけど、もう全備量、全備量、 そんな大してないでしょ。さあ問題はこの辺は使い道ないんで、家にするかな。ここもちょっと家広げていこう、できる限り。ちょっと上がったね。あー、これあんまり良くなさそうだね。屋根をつけようか、一応。おかしな形になりそうだね。いやー、やっぱ下行くのが早そうだね、知識的には。まだ10しかないんで。まあ、使ってますけどね。まあ、何か置いて広げていこうが早いかな。あ、これおっか、ひぎ作業場ね。建物置いて広げるやつなんていないと思うけどね。さあ、立ち往生中ドワーフ、お前か。あー、そっち側ってことだね。なるほどね。とりあえず掘って降りてこい。さあ、掘り終えまして、あー、あるかな、建築資材。とりあえずコロニーの拡大はね、済んできて、まあ手当てもできて、まあ新鮮な水が手に入ったんで、ドワーフたちは回復はできるはずだね。あんましてないですけど、この神聖なる水があるんで、うん、勝手に飲んで満タンにしてほしいですけどね。まあ、ずっとそこにいたね、スライムが。これを倒したいけどな。無理かな。あ、行ったね。さあ、一応ドワーフちょっと見てみますが、槍持ってます、これね。共通して同じように持ってるんで、まあ多分作った順に持ち替えていくんだろうと。これ武器がね、勝手に強化されるのは分かりましたね。まあ多分その道具の進化系をどんどん持っていく。ので、まあそのコロニーの発展に応じて、まあお玉とかでもそうですし、与えておけばいいんだと。槍めっちゃあるね。でとりあえず、まあ、そろそろね、料理人、まあ、いないんで、お玉とのみだっけな、その辺を、まあ、1人ずつ、とりあえず1人ちょっと武器を奪いますね。与えるやつも一応ね、上げ方によっては考えないといけないかな。探索系とかちょっと分けてはいるんで。さあまだね、ポイントは足りませんが、ちょっと次回はね、こう、左のとこ撃破して、この先向かいましょう。で、そしたらポイント貯まると思うんで、そこでまあ自動化が近づいてくるかなと。